皆さんこんばんは、えー、DPJ スタジオ二十二時の時間がやってまいりました、えー、本日は私キャスターを務めます前衆議院議員の藤田範彦とリュウ・ヒ、え、ロ、ー、衆議院議員官庁代理、センター委員長代理とお話を進めていきたいと思いますどうもよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、お疲れ様ですあのまず冒頭ですね、えー、この番組が始まる前からまあコメントがもういろいろ流れてますが今日も生放送ですから、うん でいきなり「ですねまた藤田タってあの番組始まる前にですねコメント流れてましたが「うん、いや一応今日も私頑張りますからぜひよろしくお願いいたします」でしかも番組がですね始まる前からいろんなあのコメント流れてるんですけど私もこの際今日キャスターやるの4回目なんですけどあ、ね、私は今日初めてなんでねのこの番組に出る、うんうん、私も含めてなんですけどゲストも含めていやいや,いやあの保守系の。 あの皆さんがですねあの出ている傾向があってこれは多分ディレクターの好みだとは思ううんですけど、うん、でこの番組始まる前から「龍先生離党した方がいいよ」と言われてますけど、うん、先生どうしますか、まあ、あのもう少し頑張りますよ <laughs> <laughs> ということで今日はちょっと試行錯できない冒頭から案件トいきますよよ、はい、よろしいですか龍先生離党した方がいいと思う方1民主党に残った方がいいという方 2, 2>、ね、お願いいたします。ちょっと待ってくれよ あ早速離島しようとかって出ていますよなるほど、はい、でもすごいですねこれだけいろんな反応がね反応がああるっていうことはいま、ね、だにねはい、うん、録画じゃなくてもう生ですから皆さんこれ明らかに生ですからよろしくお願いいたします、はい、今日ちょっと冒頭アンケートですからよろしくお願いいたします111ってもうすでに出てますけどあこれがアンケート、ね、はいはいはいああなるほど、ね、大丈夫ですか 柳知修さんなら知ってます。柳弘柳弘文先生ですからよろしくお願いいたします。柳知修さんはね熊本で、私は福岡で大体柳っていうのはあの福岡かマツダなんですかなるほどなるほど。あこれがアンケートなんですね。そうなんですそうなんです。はい。まあ三がないぞってこれはまあ一か二ですよ。はいよろしくお願いいたします。はいじゃ行、はい、きましょういしますはい。 おおどうですかこのコメントが出ましたけれどいやまああの 重く受け止めながら頑張っていきます。はい、私たちこの民主党はいはい。まあ私たちこの民主党です。またこう盛り返すべく今頑張っているところですからよろしくお願いいたします。まあ我々ねやっぱりその保守系もねしっかり頑張っていかないといけないんで。はい。え、まああのそういうようなことでまたこれは激励ーはいということで受け止めながらただやっぱりはい本当にねこの日本の将来国家のために必要なことはねはいやっぱりこれは協力しながらはいやっていくと。 まあ、ただ、あの、今日、ちょうどテーマとなる教育なんかですね。まあ、われあの、堂々とね、やっぱり、あの、主張したいこと。あるいは、やっぱり、われが政権交代をしたからこそ、できたことっていうのはありますので。まあ、そういった点は後ほど、また、しっかりお話しさせていただきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。で、今日は、教育問題を考えるということがテーマなんですけれども。まあ、せっかくの機会で、すから。まあ、あの、リュウ先生は、今、幹事長代理と同時に。まあ、選対委員長代理ということで。 まあ事実上この参議院選挙全体を俯瞰しておられるわけですけれども今この3連休をまあ終えるこのタイミングで全体の各候補者の情勢いかがでしょうかいやっぱり一人区では、はい、まあ本当にこれ全国やっぱり候補者頑張っていただいてるんだけれども、はいはい、やはり自民党が、うん、まあかなり強いと、はいう情勢で、はい、ああの我々としては複数区。 人区以上なんとかやっぱり取っていきたいとちょうど私も党本部では自分の神奈川とそして今鈴鹿さんの藤田さんが確か事務局長で頑張って頂いてるんですがこの東京神奈川ともに最後の一議席を非常に巡って東京はね無所属候補あるいは神奈川はやっぱり今ね共産党と定数4の最後の まあ、一議席をです、ね、争ってるんでやっぱり共産党にね、はい、議席を渡すわけにはいかないんで、うんまあ、お互いしっかり頑張ってまたあのぜひですね、はい、見ていただいている方にも、はい、あのなんとかですね、はいえー、この、えー、鈴鹿さんはねこれあの日本のやっぱり、うん 党というだけじゃなくて、はい、この日本のやっぱりこれからの教育を考える上でも絶対に必要な方なんで、まあ何とか当選をさせていただきたいと思ってます。はい、そうですね。まああのまあ鈴鹿さんもういくつかいろいろコメント出てますし、うん、もうニュースになってますけれども。昨日なんか鈴鹿さんが夕方、うん、殴られたっいう。はいはい、あの暴漢に襲われたっていう事件があって、まあ私もあの現場にいましたけれども、まあやっぱりああいうことがあると、ほ、うん本当 本当にですねやっぱり選挙に立たさっているものとしては、まあ、非常にこれは怖いなというふうに思いましたでまあそういうことがある中で今日はまあ3連休の最終日なんですけれど、うん、え銀座のですね、まあ、西銀座のところで野田快彦前総理大臣がゲストになって、うん、で中山義和会長もあの当然ご地元ですから来られてですね、うん、演説会をやりましたが鈴鹿さんはここやっぱりちょっと晴れまして。 ちょっと額が腫れてましたが元気よくですね。うん 非常に力強い演説もされましたんで私としては本当にひやっとしましたけれどもなんとかこのまま選挙は続けられるということですから特に基本的にスケジュールの支障なくこれからやっていきたいと思いますけれどもやっぱりね何があってもそ気に入らないこともあるのかもしれないにしても暴力っていうのは絶対に許されないことでとにかく暑い中だけれども最後 はい。ね鈴鹿さんもとにかくもう、えー、明日から残り5日間ですか。今日は明後日ね,ねあとううね今日入れてもいいか。明日から5日間ですからね。まあ、はいはい、しっかり元気にとにかく頑張ってもらいたいですよね。おっしゃる通りです。えー で選挙関係、もう1つアンケートしたいんですけどよろしいですかね、ディレクターさん、はい。あのやっぱり選挙になると今後投票率がまあどうなるのかということも非常に気になっていてで私たち当然、今回あの当然各候補の,あのネット選挙も活用しながら投票依頼をしていくわけですけれどもまあ同時にやっぱり選挙に行こうということもやっぱり訴えていましり投票に行ってくれないと。 どうしてもですね、あの民主党のあの候補者もですね、こう支持をしていただきたくてもやっぱり票が伸びないということもありますから、何としてもやっぱ投票に行っていただきたいんですけれども、これあの皆さんにお伺いします。皆さん投票に行かれますか。行く方一、行かない方二お願いいたします。行った方も一度お願いいたします、ねうん、まあ民主党に入れる入れないは関係ないですね。はい、投票にね、はい、行く行かないということで。はい。 ぜひやっっぱりていただきたいですよね、いやおっしゃる通りただねやっぱり私も感じるんですけどね、参議院選挙っていうのはね、どうしてもその関心がね、やっぱり、じゃ争点が何なんだというようなところで、非常にですね、この今一つね、ちょっと盛り上がりに欠けてるのかなと、でもやっぱりどういう形であれ、やっぱり投票に行っていただいて、やはり一人一人がね、その意思を示していただくっていうのは非常に大事なんで。 まあそのことはですね、よろしくお願いをしたいと思いいますはい、おっ、選挙に行く方、ね、93.4%、うん、いや、これはすごいですね、これぐらい、これぐらい、あの選挙に行かれる意識が高い方というのは、すごいと思います、うんうん、ね9割以上ですからね。はい、はいうん でまあ、そういう中でですけれどもあのまた後であとで支持率アンケートも定点観測でいたしますが、まあ、今日の本題の方にちょっと入ってまいりたいと思いますけれども劉、はい、先生は、まあ、今日教育問題を考えるということですがあの民主党が政権を担っていた時代には、えー、文部科学副大臣も務められたということでございますがその時の大臣が田中 まあ田中真っ子さん、え、どどうだったんですか、正直って。まああのなかなかね大変な方でしたよ。はい。まあただですね、あのまあ田中さんっていうのは非常にこうメッセージをね発信力という点では非常にあったわけですけれども、まあちょうどあの最後のこの大学のあり方、まあこのねあの認可の問題で、あ大学の認可の問題ですね。非常にね、これはまたいろんな。 賛否両論またご迷惑もかけました、はい、ただあの大学そのものの、はい、そのあり方をどうするのかっていうことはねこれは非常によかったわけですけれども、はいはい、ただやっぱり現にもうこの開校へ向けてね しっかり準備をされている方々に対しては、まあこれはね、やはりそのその人たちはもう三年間ぐらいかけてね、まあいろんな文部科学省とも相談をしながら進めてきているその現行のルールの下で、やり方の下で、まあだからそういったところはね、まあしっかりとやっぱりねえ配慮をしながらまあやっておけばよかったんじゃないかなと。ただあのご本人がその関心のまあ強く関心のあるテーマ以外は、まああの割と 何でも任していただいたんでね。はい、そういう意味でのやりやすさっていうのは非常にあったような気がしますね。なるほど。えー、あのまさにまあ教育問題って一言で言いつつも、例えば田中真彦大臣の時のその大学の認可の問題が焦点を浴びたわけですが、うん、こう私常々まああの鈴鹿さんなんかも教育のエキスパートなんですけれども、うん、教育っていうのはもうその幅が広くて、そうですね。やっぱり幼児教育、うん、初等教育から、うんうん、もう当然大学教育、うん、でさらにはまあ社会人教育って。うん 教育って一言で言っても非常に範囲が広いものだと思うんです。で、私は率直に劉先生にお伺いしたいのは、あのそもそも教育という政策に劉先生がその思い入れを持って取り組んでおられるその理由は何かということと、その教育の分野の中でどういう部分にあの実際に劉先生取り組まれてきたのかということを教えていただいてもいいですか。まああのこれはですね、もうこれはみんなそうだと思うんですけどね。はい、まあやっぱりあの日本は、はい、まあ初戦はやっぱりこれ資源が ない国ですから、うん、まあこれまでも、まあ、まさにその人材立国として我々、はい、の先輩たち、うんね、もう本当に数々のやっぱり苦しい時を乗り越えてきたわけですよね。うん、で、まあ、素晴らしい技術力をやっぱり持って、うんはい、そして、まあ、世界の,、ね、この経済大国として今日の繁栄を,範囲を築いてきたと。はい、まあただねやはり今あの私はこれからの時代も同じように、はいはい、今その第二の 難だというに思ってるんですけれどもやっぱりこれから子どもたちの数が今は残念ながら減ってますそしてこれから高齢者の皆さんの比率が非常に増えていく同時にそれは現役世代の比率が減っていくわけですからねやっぱり一人一人の競争力を高めていく生産性を高めていくそのためには一つにはやっぱりどういう家庭に生まれてもやっぱり環境にあってもやっぱり意欲のある子はね やっぱしっかりと学ぶことができるというような環境を作るのは私は政治の責任だと思ってるんですねるるもちろんそのやる気がない、はいね、自分でそういう意欲がない子、はいね、それはね、うん、そこまでどうあの救うということは、ね、できないかもしれないけれども、はい、やっぱりあの今確実にいろんな調査を見ても、はい、やはりこの家庭の経済力と学力、うん、まあこれがですねやっぱり経済力の高い家のお子さんの方が、はい、やっぱり学力が高いというような。うん まあ結果も出てますし、うんうん、あとはやはり一番下位のまあ、うん、いろんなあの国際この学力調査なんかでも、はい、あの階層、はい、一番下のレベルの子たちの比率が日本ひ、はい、あの高いんです。なるほど。そこをね底上げしていけばまた日本が多分世界一の学力をえしっかりと、うん。 え誇ることにできると思うんで、まあしっかりやはりそういったところをやっていきたいなと、うん、まあだから人づくりなくして国づくりなしと、うん、まあいうことで我々はやらせていただきました。はい、うん、なるほどなるほど。まああのこの教育の問題の中でやっぱり今日あの野田前総理大臣もですね、うんうん、演説の中で、うん、いわゆるそのまさに教育に教育のいわゆる格差、うん、これが世襲されている。 負の連鎖になっているということこれは非常に大きな問題で、うん、やっぱり何と言っても日本の良さというのはいわゆる身分だとかそういうことではなくてきちんと、まあ、私自身もそうですけれど、うん、別に家庭がそのも,うものすごくお金持ちだとかそういうことじゃなくても、うん、頑張ってきちんと教育を受けるチャンスが与えられれば、うん、その中でチャンスを得て教育をしっかりやって、うん で社会に出て活躍することとができるとでこれを私たちはあの取り組んできたんだというふうに思いますし、うん、そこが少なくとも民主党の教育政策の肝なというふうに思う,んで,すよ、ね、そうですねそだから、はい、あの一つには、まあ、あの高等学校のね無償化、はいまあ、これをやはり導入をして、はい、もうこれはやっぱり政権交代ができしたからこそ実現できた。はい まあ政策で私もえ文部科学委員会の筆頭理事の時に法案をまあ成立をさせそしてまあ政務官としてね鈴木当時の副大臣とまあ一緒に推進をしてきたわけですけれどもまああのこのことでやっぱり経済この高校の中退その理由で経済的な理由から中退するお子さんがまあ半減をしたとあるいはかつていろんな事情で高校を中退せざるを得なかった人たちが。 また学び直す人たちが増えてきたというのもこれは大きな1つですしあと残念ながら、ねうん、給付型の奨学金の創設まではいきませんでしたけれども、はい、やはりあの大学進むにあたってりこれを、まあ、あの有利子まで含めるとほぼ全員が、ねうん、しっかりと奨学金をもらえるようになったと。うんうん まあ私自身もあのちょっとこう中学の時にあの父親亡くしましたんで病気でですからあのずっと奨学金があったからまあ今こうして自分があるわけで、うん、まあやっぱりそういったセーフティーネットというのはあの何よりも優先してね、うん、私はやっぱり作っていくべきだと思うしそこがやはり。 民主党の教育政策の肝だというふうに思ってますねそういうことですねまあ、なのでそういう意味では公立高校の無償化今コメントの中で公立高校の無償化、うん、というのは無駄だというようなコメントが出ました、うんうん、でもまあ、鈴漢さんも訴えてますし当然今リ先生も訴えられておりますけれども、うんうん、まさにこういった公立高校の無償化というようなものまあ、あるいは私立高校の就学支援金、うんうん、こういったものが教育格差を広げて、うん 広げそれと今ねコメントにも出てたんですけれどもね我々今確かに公立高校を無償化して授業料をねただ私学についてはこの支援金を出すわけですけれどもこの一つは97%高校に行くという時代においてやっぱり私学の非常にこの役割というのは非常に大きいです見学の精神を持ってねさまざま非常にいい。 ユニークな特色あるねやっぱり学校もありますからこの公式間格差これっていうのはねやっぱりこれは我々やっぱりしっかりこれから検討していかないといけないところだと思いますね。そうういことですねということで僕はあえて皆さん視聴者にアンケートを取ってみたいと思うんです公立高校無償化は必要か必要じゃないかまあいろんなご意見あると思うんですけれども少なくとも。 これ一つののの私たちの政策の肝で,すしそうです、ね、まあ,であ実現したね、まあ、あのもちろんいろんなこのマニフェスト政策でね、はい、実現できなかったご批判もあるわけですけれども、はい、まあ割と教育分野はね、はい、そのほとんどを、まあ、しっかり実現をしてきた中でのこの高等学校の無償化っていうのは、うん、まさに制度として我々が まあ、自信を持って、導入ができたという点なんで、はい、ぜひ、その点はアンケートで、お答えいただい、うんね。そうですね。まあ、もう、率直に、どういう皆さん意見を持っているのかっていうのは知りたいので、そ,でね、その。いわゆる、アンケートが、あの、期待を裏切る云々ってありましたけど、うん、期待云々じゃなくて、そのファクトっていうもの、うん、事実というものを、やっぱり知りたいですよね。うん、はい。公立高校の無償化、は必要だと思います。はい。イエスの、で、お願いします。 今無償化を減らして普通化増やしてほしかったなというコメントがありましたけど、まあ、いろんなご意見やっぱりあります、ねうん、そうですねなるほどね、まあ、でもあ逆に言うと、うんまあ、イエスの方が30%だということコメントの中にも必ずしもあの無償化についての批判コメントばかりではなくて。うん 教育は大事だとか、うんまあ、無償化は大事だとおっしゃっていただいているあのコメントの方もいるとそうです、ね、いうことですね。うん、でその中で例えば朝鮮学校は無償化したよねとか外国人の学校云々の無償化ってありますけどこの点ちょっと補足が必要だと思うんですけど、ね、まああの我々の時に朝鮮学校どうするかということ、はいはい、これはあの私が政府の立場あるいは あの党の,方の、はいまああの立場のときにもあった議論でこれは私たちがそこの無償化を決めたわけではないですね北朝鮮の許されない銃撃というようなことも砲撃ということもありましたからそれをストップしてただやっぱりあの私たちのときに、ねはい、その結論を結果として出しきれなかったと、うんまあ、いうことは、はい、民主党政権としてはね、まあ、あの要はそのちょうど非常に まあこれ安倍政権になってね、はい、まあこれはもう適用しないということになったわけですけれどもいずれにしてもやはりその今のこの朝鮮学校私もねあの委員会でも行きましたけれどもやはりこの日本の,この国としての税金を使うわけですからやっぱりそこでさまざまな例えばこの拉致の問題であるとかあるいは えー、大韓航空の,、ねうん、あの追撃の,、ね、この事件であるとか、うん、そういうことについて全くこの教科書で、はい、事実とは反するような記述があったわけですね、うん、そういったことはやっぱり全部、ね、これは徹底的に変、ね、えー、買いさせなければ、うんね、これはやっぱり税金を使うわけにはいきませんので、うん、まそういったことはあのやってたんですけれども、はいまあ、そういうことですね。うん あとこの中でもう必ず毎日流れるんですけれど教育というと必ず「日教祖」というのがコメントとして上がってきます。で竜先生この「日教祖」っていうこのコメントも含めてですけどどううういふにこれ私は思うのは教職員組合でよくこの日教祖の中でもね都道府県でかなり。 違いはあるような気がしますねそれでまず一つだけ言えることは実は2006年平成18年教育基本法の改正っていうのが第一次安倍政権でありましてその時に今亡くなられた西岡武雄元参議院議長が座長を務められて鈴木寛さんや私ども5人でですねいろいろこの対案日本国教育基本法案というのをですね 作らせていたただきました、はい、でその時にやっぱり愛国心問題をどうするんだということが大きな党内での議論になって私なんかは絶対に入れるべきだという主張する立場になったわけですけれどもその時にですねあのこの全文の中で日本を愛する心の寛容というようなことを議論した時にはやはりその競争系のね議員の方々からは相当。 批判も党内で相当な議論しましたよ、この前の TPP だとか消費税の時と同じように連日、これは議論をした中でしかし、やっぱりそういったところもきちっと盛り込むことができて当時はむしろ、例えば産経新聞なんかの社説でも民主党はいいんじゃないかというようなことが書かれるぐらい日頃はいつも叩かれているんですけどねあるいは国会の中でも自民党の重鎮の皆さんがこれは、 民主党の方がいい部分もあるとですから問題はですね、日教祖もね、一部過激なね、例えば戦場に子供を送るなとかね、そういったことばっかりなんか繰り返してたり、議会館のね、前で座り込んでるのは、それはほとんど共産党系のね、人たちですからね、だから、組織率の実は高いところの方が、実は穏健なんですよね、なるほど。んんんんどどどね やっっっぱり、ね、この過激にななていくの問題なんかそうだったでしょなるほどそもまあこれは一般のやっぱり目,目線から言うと全部何度もそうですけど、うん、まあまあ10人からげにどうしてもこう見えてくるわけで、うん、やっぱこの辺っていうのはなかなかこう伝えるっていうのの難しさも感じると思うんですけれども、うん、まあ問題はね、はい、やはりそういったところに何か影響を受けて我々がやっぱりやろうとする政策ができなくなると例えばお伺いを立てなければできないというようなことは絶対あってはならないわけです ねはい、ただ、いろんなやっぱりその現場の声としての、ねはい、意見を、ね、お伺いするのはいいですよ、しかし決めるのは、われわれですから。あともう一つあの教育問題に関連して言いますと、うん、やはり今、教育の現場でいじめの問題が、うん、まあ非常に深刻化しておりまして、うんうん、でその中でやっぱり国としてこのいじめ問題に、うん、まあどう取り組むんだということで。うんうん、これはやはやり あの当然いじめでそのいじめを苦にして自殺をされる。 方やはりこれは若いあの命が失われるこれはやっぱあってはならないことだと思いますし、まあ、先生だけで当然お親だけじゃなくても先生 PTA いろんな方々がこう巻き込まれるわけですけどこのいじめ問題に関しては劉、うん、先生および民主党ってどういう取り組みをされてるんでしょうかあのこれはですねやはりあの我々がまだ政権を担ってた時に、はい、例の,あの大津で中学生の生徒がですねいじめが原因で自殺をするというようなことがあって以来ですね、うん、あの我々 あの当時はあの平野文科大臣でしたから、はい、それでいじめアドバイザーの方々を、うんまあ、いろんな専門家、はい、あるいは現に、はい、そのお子さんをいじめで自殺をするというような、ねうん、そういう辛い経験を持たれている、うんえー 方いろんな NPO の方々等々のお話も伺いながら取り組んでまいりました、うん、まあそれであのなんとかやっぱり国としてね、はい、このいじめを防止あるいはその対策のためのやっぱり法制度があの法律を作ることが、はい、これはもう絶対に必要だなと、はい、まあいうことでですね、はい、あの我々実はあのちょうど去年の秋ぐらいから準備を進めておりましたそれであの今年の春にですね、はい、あの民主党案として取りまとめをして、はいはい、で他方 これはね私本当にあの実はいい作業だったと思うんですが、はい、あの自民党さんの方でも、はい、あのそこをやっぱりそのいじめの対策の法律必要だよねと、うん、いうことであの自民党さん及び公明党さん与党の案もですね、はい、あの5月になって出てきましたのでそれからですね、まあ、あの本来、はい、ねお互いちょっと考え方の違いはありました、はい、しかしできれば、はいまあ、これはね議員立法として立法府の意思として、はいまあ、しっかりと えー、作ろうじゃないかと、うんまあ、いうことでですねあの私も実務者会議のメンバーでしたけれども,、はい、もうこれ8回、はい、徹底的に与野党で。 議論して残念ながら最終的に共産党社民党は、はい、え賛成の立場には回れませんでしたけれども、はい、あの我々の主張というものも盛り込む形でね、はいまあ、特にその中でもあの私たちはやっぱりこのインターネットが一つのいじめの原因になっている点に対する対策の必要性あるいは今、先ほどあの藤田さんがおっしゃったようにね、はい、あの今、やっぱり気づきなんですよ。うん 必ずしいです出してる、うん、ただやっぱりそれはもちろん家庭の役割も重要、はい、けれどもやっぱり学校においては、うん、まあこれはやっぱり担任の先生なんかのやっぱりその気づきに期待するとこ大きいですよね、はいはい、しかしながらやっぱり担任の先生も抱え込んでしまったり、はい、ですから各学校にこのいじめの対策にあたるためのね、うんはい、やっぱりきちっとした常設の組織を作ろうと、まあ、これはね相当やり取りを自民党さんともしましたけれども、はい、最終的には 与党の方もも、ね、ここういったことも受け入れてくれててくああ私どもの法案の方が、ね、いいとは思いましたけれども、はい、でもやっぱり70点ぐらいの評価いただける案を与野党が合意をして作れたっていうことは、うん、私は非常に良かったのかなというふうに思ってますけれどもただなるほど大事なことはこれから文科省がガイドラインを定めますど。はいうん、でそれがやはりあの教育委員会含めてねあるいは学校現場、はい、どのようにやっぱりきちんと徹底されていくのかというところは今後も してていいいいかないといけないととけ思ってますあのちょうどコメントにも今教育委員会という言葉が劉、うんはい、先生から出ましたが、はい、教育委員会を改革せよというコメントがいろいろ出ていますでこの教育委員会制度、うん、まあこれ廃止の是非も含めて今議論になっているかと思うんですけれどもこの点について教えていただけますか、はい 地方教育行政新しい地方教育行政の議員立法を国会の終盤に提出をいたしました、はい、であのこれも,もうあの今、維新が、ねはい、教育委員会制度廃止ということを、ねはい、あの言ってますけれども、はい、これも,も2006年の日本国教育委員法案の中で、はいはい、明確にわれわれは教育委員会を廃止すると、なるほどそして選挙で選ばれる首長さんに権限をしっかりと持たせると。し、まあ、しかしながら 首長さんの行う教育行政をやっぱり事後チェックしっかりとしていくシステムは必要ですからまあこれを教育監査委員会ということで新たな組織を作っていくということも明確に我々打ち出してるんですねまあそれをですねあの少し議論を深めて改めてそういう方向でですね法案を出してるんで,であの政府の方もえ来年の通常国会でこの地方教育行政地教業法の改正案をおそらく この教育委員会制度をどうするのかということが、はいあの、一番のその中でも目玉になりますけれども、主要な論点になるんですけれども、法案を出すということを、あの下村大臣も委員会で答弁してますんでね、なるほどこれは非常に大きな、あのこの教育分野では、えー、今後の焦点になると思いますこれ、もう廃止、する廃止しないっていうところで言うと、どういう。 まあそれも廃止ですね。廃止と、ねはい、もうそれはもう明確に打ち出しています。そういうことですね。はい、でこの点に関してちょっとアンケートを聞いてもよろしいでしょうか。はい、教育委員会制度ですがこれをもその廃止すべきか一、えー、イエス二ノーで聞いてみていただけますか。教育委員会制度をで,ですか。はい。はい 私の意見としてじゃなく民主党の意見として結構ですから。で先ほどの関連でもこの教育委員会制度の廃止に関しては例えば。その日競争なんかどういう意見なんですか。いやいやあの特にそれは聞いてませんけど。っていうことですね。はい。はい、まあ法案として出してますんでね。うん。そういうことです、えー、でもそれは成立。えー、はい。はい、なるほど。ここに関しては非常に八割の。 あの支持、ね、がありますけれど、うん、まああとはあのもう一つだけですねあのこれに加えて言っとかないといけないのは、はい、やっぱりねあの選挙というもので選ばれる市長さんが、はいはい、やはり約束をした教育政策についてもしっかりやっていくって大事ですよね。うん、ただ一つでにあるのはね、うんまあ、これあの今。はい あの政府の中でも議論になってますけれどもその政治的な中立性というのをどうするのかというようなことこれはですからやっぱり議会も含めた、はいえー、そして先ほど申し上げたようなね、うん、まあこれはあの事前チェックじゃありません、はい、事後チェックになりますけれども教育監査委員会という、はい、まあ,ある意味じゃね、えー、そういう第三者によるチェックをしていくあるいは評価をする、うん、まあそういった機関を作りましょうということと、うん、もう一つはですね あのやっぱり公立のね特に小中学校、はい、やっぱり地域の人たちに関わっていただいて、うん、やっぱり学校が創意工夫しながら、うんまあ、いろんなことができるようになるっていうのが、まあ、いわゆる我々があのコミュニティスクール、はいまあ、これ随分推進してきました、はい、ですからその点の、えー、をさらに進めまして、うんえー、学校理事会というのをですね作ってもう少し学校現場が権限を持っていろんな形で、えー、自分たちで地域の 学校が、はいえー、本当にもう地域総がかりでね子どもたちを育てていくと、はい、まあやっぱり今ね <laughs>、あのー 学校の教職員の応援団も必要です。はい。やっぱり地域のね、いろんな経験を持った人たちが。そういった形で、いろいろ応援していただく、あるいは。はい、まあ、あの、いいね、ちゃんと家庭教育ができている。お子さんもおられる反面、うんうん、なかなかそこがね。うまくいってないという子もいます。うん、ですから、そういったところをですね、しっかりやっぱりやっていきたいなというふうに思ってますね。そういうことですね。はい、あの、コミュニティスクール、まあ、この辺はあの、鈴川さんなんかも、あの、大変。力強く訴えているんですが。すねはい、あの、視聴者の方に、コミュニティスクールっていうのは、そもそも何なのかって、これちょっと一言で、うん。うん これはですねもちろん学校というのはね学校長が中心となって運営していくことは変わらないんですけれども例えばそこにですね私立の学校のね理事会なんかを想定ちょっとこう思い浮かべていただければ分かりやすいかなとそこに例えば地域のいろんな経験を持つ人やもちろん教員のね経験者だっていいでしょうあるいはサラリーマンのね経験された人なんかにも加わっていただいて 例えば自分たちの,その授業の中でじゃあ朝読み書きのドリルをやってみましょうとかねあるいは土日こういうような活用の仕方をやりましょうとかもちろんそういったことをねやっぱりいろいろ知恵を出しながらそしてあの教職員の数をねいきなり増やすって言っても無理ですからその分例えば英語のねものすごくできる人たちが方がおられたらその学校へ関わっていただいて例えば地域の。 おじいちゃん、おばあちゃんも一緒に、自分たちと英語を放課後学ぶとか。なるほど。まあ、一つの例ですけど、はい、いろんなことがやっぱり。自分たちが、やっぱり考えながら、うん、創意工夫しながらやっていく。そして、やっぱり、あの小中、特に小中学校っていうのはね。地域の活性化の私、核にもなっていくと思うんですよ。エネルギーと。再生の。これ、なんか、あの、ある意味、昔の。 寺屋的なイメージとまとまでもまあちょっとまた違いますけど、ねはい、ただやっぱりそういう地域に根ざしてと、はい、まあいうことではまあ一つあの重なる部分もあるのかもしれませんけれどもそうですね、はい、でここですみません今日ちょっとアンケート多くて恐縮なんですけどただまあこういうこのコミュニティスクールもこれも実際に行っている政策の一つなんですがです、ねうん、なかなか政策の認知度、うんうん、つまりなかなかやってるんだけど知られてないってことこれ結構あります。うんうん でこのコミュニティスクールもなかなか当事者でないとご存じない方もあのいらっしゃるという実態もあるのでまずズバリですねこのコミュニティスクールというものをこのご存じな方はイエスで1で知らないという方は2ということであの皆さんお答えいただけますでしょうか。コミュニティスクールってご存ででですすすかそそうですう もう知らんがなというようなコメント、うん、何それとかやっぱり出てますけれど、うん、東京だとねあの三鷹市なんかがね、はい、熱心に三鷹市の場合は中学を一つ頭に置いて、はい、そこに小学校がね二つそ,うですねそれで一つの学園を作るとあと足立,区の、うん、足立区もそうですね五反田なんか、ね、それが東京初めてだというようなそうですよね まあ、あの今塾の方がパワーを持つべきとありますけどね塾の先生方を実は学校で、はいえー、授業してもらってとっていうことで、うん、この刺激を受けながらあるいは参考にしながらということを東京なんかでは、ねうん、やっているところもやっぱり、人口、ね、はやっぱり15%なんですね。でここはやはりまだまだその当事の、うん。あとはあの京都なんかはね一番政令市ではなるほど京都はもうほとんどコミュニティスクールですから。なるほど、はい あとこのコミュニティスクールに関連して学校ボランティア制度ですか、うん、これはの今学校ボランティアの方々は647万人、うんまあ、これも鈴鹿さんもずっとこう取り組んできた政策でよく演説もおっしゃるんですけれどもこの学校ボランティアというのもちょっと補足でお話しままああのこれはねやっぱりあの、はい、まずそのコミュニティスクール、はい、今やった地域立学校みたいなものを、はいはい、やっぱりやるための一つの、はい このまず学校ボランティアの段階から関わっていただくっていうことが非常にその基盤作りに繋がっていきますよね。ううねはい、だからあのもうやっぱりねあの地域にね学校がやっぱり開いていかないともうなかなかね対処できないですよ。うん、先ほどのいじめの問題もそうですけどね。うん、ま今やっぱりあの20年前に比べると、はい、例えば不登校の問題であったり。はい あるいはいじめさらには校内暴力であるとかあるいは発達障害等々を抱えておられるお子さんの数もやっぱり増えてきているとあの教員の数を増やすということも大事ですけれども財政的なことを考えればななかかそれは難しいですよその時にやっぱりいろんな方々に公立の小中学校関わってもらってむしろ学校が情報公開していくとそういったことをやっぱりやっていくべきじゃないかなといううふに私はやっぱ思いますねそうういことですね。 でこの学校ボランティアもあのなかなかこれも知られてないのではないかと危惧するんですが、うんうん、まあねそれはまあ、はい、あのただ現実にはね、はい、そういう言葉をあの知らなくても、はい、実際私の選挙区なんかでもそうですけどね、はい、いろんな方々が関わってるんですよ。本当にに協力をし、ね、ししてていいいただいてるだるかからもう少少やっぱりそのの学校なんこ 予算もね、うん、学校ごとの予算というものも、うん、これはあの、まあ、それぞれの自治体の中での、ねうん、予算のことなんですけれども、うん、まあそういうふうなことでしっかりこう使えるお金、はい、あるいは自分たちの学校運営のためにもう少しどうやってやっていくのかすべて一律じゃなくね、うん、やっぱりそういったことってのは非常に大事かなという気がしますね。そういういことです、ねはいまあ いいろいろまあコメントも出てますけれども、うん、まあやっぱりあの学校が地域と結びついていく、うん、特にその初等教育、まあ、小学校中学校のレベルでやっぱり学校自身にいわゆる今の教育の問題って例えば先ほど竜先生がおっしゃった通り、そり先生にいろんな負担をもうまあ押し付けてるっていう言い方はどうかと思いますがやっぱり過重な負担が、うん かかっていてい先生の負担が重いので一人一人がなかなかきめ細かく見れないでそうするとどうしてもいじめの問題ですとかいろんな問題のやっぱり発生原因にもなってきていると。なのででやっぱりコミュニティスクールもそうですし 学校ボランティア制度もそうですが、うん、そこの部分をこれ基本的に私観点は新しい公共と同じだと思うんですけれども、ね、地域の部分でそういった教育の分野についても担えるところは担っていくと、うん、でまあ地域と教育の現場がなるべく関わりがあるようにということこれがですね私たちの基本的なスタンスだというふうに思うんですけれどもそ、ねうん、はい。 まあ力を入れてきてる、はいるところなのでしっかり,やっぱりそういった教育政策をやっぱり推進をしていきたいなというふうにさ、ねうん、てます、す、うん。そうです、ね、さて今日は、まあ、あのいろいろお話ししましたが時間がそろそろ経ってまいりましたけれどもあのいつもです、ね、私があのこのキャスターをやるときにです、ねはい、支持率アンケートというものをなるほどやっておりまして定点観測なんですけれども。 あの民主党を支持する方一、うん、支持しない方二ということで、うん、えー、いつも聞いておりますが、うん、今日もそのアンケートをしてみたいと思います。ディレクターさんよろしくお願いいたします。毎回やってるわけですか。毎回やってますね。 はい、9.6、まあ、大体10%前後ということなんですけれどもでもね、まああの、しっかりあの頑張ってね、はいえあの、これをまた励みに。上がったっていうコメントありますけど、前回より下がったっていうのが事実なんですけれども、うん、まあでもこういうアンケートを、うん、えー、私、支持率ですか。 これはまあまあ今日がひょっとしたら最後かもしれないからじゃあ聞いてみますかんというかなんというか私もさらされてますけれど <laughs>、はい、まあまああえて聞いてみますよ、はい、は,すはいどうぞ。 でも高い民主党支持より高いありがたいことですね本当にありがたいことです、はい、リュウさんはって聞かれてますけど <laughs> この際この際ぜひ<や>はいいやいやいやこれ,これもこの番組でしか聞けませんからはい、はい、でやっぱり離党した方がいいっていうコメントがずっと出てますけどはい緊張しますね <laughs> はい。おおすごいですね。いやまあ頑張ります。はい。ということで今日は流弘富美先生をですねお迎えしてのあのー、DPJ スタジオ22時をお届けいたしましたけれども今日流先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。またねいろいろコメントをさせていただいた皆さん、はい、本当にありがとうございました。はい。 そうですねじゃああの、まあ、今日の番組はこれにてあのおしまいとしたいと思いますけれどもこれあれですよねいつもの通り番組面白かったか面白くなかったかアンケートをやりますねはい、はい、じゃあいつもの通りそのアンケートをしてこの番組終わりたいというふうに思います。それでは皆さんどううもこんばんはありがとうございました